セルゲイ・トレシェフは、SP ・コロリョフ・ロケット・スペース・コーポレーション・エネルギアの宇宙飛行士である。リペツク州のボリンスキーで生まれ、1982年に、モスクワ・エネルギー大学を卒業した。1982年から1984年まで、トレシェフは、ロシア空軍の連隊長を務めた。 1984年から1986年までは、エネルギアで現場主任の技術者として働き、宇宙ステーション上での宇宙飛行士の分析や行動計画、また地上での訓練を担当した。彼はまた技術文書の作成も行い、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターと共に、すべての訓練の取りまとめを行った。彼はまた、 ミールからの降下や緊急脱出の際の訓練、支援も担当していた。生命維持システム367-734の最適化のテストオペレーターも務めた。1992年に彼はエネルギアからの宇宙飛行士の派遣に選ばれ、1992年から1994年まで基礎的な訓練を行った。 1994年から1996年には、さらに進んだ訓練を行った。1997年6月から1998年2月まで、トレシェフはミールへの第25次長期滞在のフライトエンジニアのバックアップとしての訓練を行った。1999年6月から2000年7月まで、彼は、 ソユーズ TM の不足の事態に備えたバックアップの訓練を行った。また、国際宇宙ステーションの第3次長期滞在のバックアップの訓練も行った。2002年6月5日、彼は STS-111 で打ち上げられ、6月7日に国際宇宙ステーションにドッキングし、第5次長期滞在に参加した。6ヶ月の滞在中に一度宇宙遊泳も行った。 トレシェフは、ワレリー・コルズンと共にザーリャの外側に、将来の組み立てのためのフレームを取り付け、また、ズベズダ外壁の材料曝露実験装置で、実験中の宇宙航空研究開発機構のサンプルを、新しい物質に交換した。また将来の宇宙遊泳で、命綱の経路を、単純化するための装置を、ズベズダに設置し、 ズベズダに2つのアンテナを取り付けて将来の無線通信の改良を行った。第5次長期滞在の乗組員は2002年12月7日に STS-113 で地球に帰還した。初めての宇宙飛行を終え、トレシェフは184日と22時間14分を宇宙で過ごし、5時間21分の宇宙遊泳を経験した。ありがとうございます。